皆さんこんばんは。これからは GGC シーズン3、ナイトシリーズラウンド2ドラゴンドレルシーサイド逆走 150km レースの模様をお伝えしていきます。さあ、ドラゴンドレルシーサイドでのですね、GGC、ナイトシリーズの決勝が始まっていきます。動けましたね。よかったです。はい、全11台が動けました。さあ、ここでスターティングリッドを紹介していきたいと思います。ポールポジションスタートはカーナンバー20ビアンキーウィズメンタリーレーシング NSX GT ミニ四駆、こちらウェイト3%のしかかっています。カーナンバー907番HMZ レーシング GTR ナオワールド、2列目カーナンバー22番ラフィカモータースポーツ×50差 GTR ヘロ、カーナンバー78番唯一のハードタイヤスタートドンテツです。さあ、そして GT300 クラスをご紹介しましょう。カーナンバー85番チーム無能ウラカンランボルギーニ GT3 山ちゃん、カーナンバー105番エールストライク AMGGT3 セーデ、こちら初のフロントローからのスタートとなります。カーナンバー25番ホッピーポルシェ911GT3 雪見です。カーナンバー96番シリダのケチェンズ RCF 4番手スタートからです。さあ、そしてここからはハードタイヤスタートです。カーナンバー93番初の決勝レースの舞台に立ちます。ドレミのスターライトレーシング GTR ナイトシリーズは初の GTR になります。カーナンバー52番野口の埼玉トヨペットグリーンブレイブ GR スープラ野口、カーナンバー24番 HP ポルシェ 911GT3 西、全11台 307 台 GTX 4台で争われます。刻一刻とそのスタートの時刻が迫っております。今回はですね、この撮っている時間の都合上、1周減算27周で行われます。しかしポイントはそのまま20点から変わらずポイントでやります。それから周回数は27周で、2列の隊列になります。さあ、ゆっくりとした隊列がですね、ホームスレートを駆け抜けていくというか、さあローリングしていきます。 GGC シーズン3第2戦ナイトシリーズドラゴントレルシーサイド逆走、さあ間もなくレースが始まる。今スタート切られました。さあ、トップのビアンキー連席と先頭に順位変わらず、トップ4変わらず。さあ、そしてチーム無能ランボルギーニを先頭に今スタートが切られました。
300クラスは7台、大混戦の300クラス。スタートはエールストライクが2番手か、3番手争い、どちらが前か、ケイチューンズかホッピーか、これはケイチューンズが前。おっと、それから早くもフロントを痛めているマシンが2名。ナオワールドと鉄だ、うん、さあデス試験に入っていく、慎重だ、うん、あーっとここで、うん、セーフティーカーになります、セーフティーカーになります。ピットクローズになります。さあ早くもセーフティーカー、そして300クラストップはシリタになっています。ストライクがエンジンダメージ、フロントローからのスタートだったのにもったいない。さあ500クラスはビアンケレンセクス先頭に、順位変わらずになっています。順位整理をしなくてはならないのはこの300クラス。ガーナンバー96番のケイチューンズがトップ、2番手にはティーム無能ウラカンが2番手、3番手にウキミ、4番手にはマザーシャーシー、埼玉トヨペットがいます。5番手にドレミ、6番手に HP ポルシェ、7番手にはセーデというこの11台になります。セーフティーカーインスラップと同時にピットオープンになります。アフタヌーンはセーフティーカーが4回ありました。ドラゴントレールシーサイドになります。さあ前回はですね、このビアンケネゼクが勝ったと思いきやペナルティーによりドンテツが優勝しました。それを今回取り返したいですよね。20号車 HMZ も前回は3番手でした。そしてヘロは初参加になります。クラスはこのティーム無能ウラカンが初登場、それからこの GTR も初登場になります。そして今回注目なのは BOP 救済が入りまして、52号車スープランが軽くなったこと、これがどう効くかどうか。そしてポルシェもですね 1% 軽くなっております。
JTR で救済が入りまして 3% 重くなりました。約30キロ40キロのウェイトになります。さあセーフティーカーインスラップです。最終コーナ ー手前から追い越し禁止になります。さあ今レース再開になります。3位4位がちょっと離れましたね。さあちょっと面白いですね。さあこの2台のバトル面白そうです。さあそしてドンテツはピットインになります。300クラスも再開です。さあこれはですねちょっと追い越しできないので、ね、コントロールまで。さあ並んだ、サイドバイサイド1コーナーまで待った。どうだ、あータイヤ伝わっていない。これは GTR に先を越されてしまいましたか。あーでもちょっと今渡りましたよね。さあおっと HMZ が前に出ている。500は HMZ が前に出た。 GTR が前に出ました。こちらは大丈夫ですかね。さあエールストライクはピットインです。ハードに変えました。さあこれが吉と出るか京都出るか。さあトップ争いコンマ3秒差にいます。さあフロントカナードが壊れていても速いこのナオワールド。さあナオワールドのアウト側から NSX に狙ってくる。さあトップ争いサイドバイサイドになったか。さあ1コーナーまず右に曲がって左のヘアピン。うわー、タービランスが効いた。ちょっと今離れましたね。さあ、あ、雪見ピットインですね。雪見がピットインになります。そして500のトップ争いビアンケ NSX ミニ四駆、それからナオワールド907号車アウトライン乗ってきたか。スピード乗ってくるか。うーんこれは GTR ストレート速い。さあそうすると後ろからひたひたとファーストスラップ1分31秒090ヘロが狙っています。でミディアムタイヤです。さあそしてチーム無能こちら前を追いかけています。チリタを追いかけています。タイヤはアドバンテージありますね。とてもアドバンテージがあります。そしてハードタイヤを選択しているドレミ、それから野口、これはハードタイヤ、そして HP ポリションもハードタイヤです。さあ500クラスサイドバイサイドになるかどうか。この高速 S に入る手前のコーナーではここはサイドバイサイドにはなりませんか。危ない。さあちょっとはみ出たところをビアンキー NSX 狙ってきた。アウト側から狙っていく。ヘアピンカーブアウト側から行くがこれは無理か。さあトップ争いにこれにヘロがついてきたか。ヘロがついてきた。さあ最終コーナー立ち上がった。
ヘロが後ろから来ています。さあストレート勝負、スリップスリームに張り付いた。これはエビアン系ネセクスいけるでしょう。4頭かな、同士乗っている HNZ。 アウト側から来るビアンキ、クロスライン取らせない。うまいですね、ナオワールド。さあそしてミニ四駆の後ろから来たのは、なんとこの車、ヘロのマシンが来た。しかしここはちょっとね、控えめに行きました。さあ300クラス、この2台は異次元だ。こう、後ろのドレミを引き離しています。まあ、タイヤの違いというものもありますが、それ以上に速くなる。さあラップ6周目、早くも6周目。アフタヌーンではもっと荒れたんですが、なんとナイトはちょっと静けさが際立っています。さあトップナオワールド、前回3位表彰台。さあアウト側からこれは狙っていけない、紙に置く。さあ前回、今回は燃料1倍です。あまり燃料のことは気にしなくていい、いや気にしなくていい。このレース、さあタイヤのマネジメント、それから戦略性、これが重要になってきます。さあ最終コーナー立ち上がった、ホームスレート。さあちょっと他の争い見ていきますか。あ、ここも見ていきたい。エンジンを食らって、おっと、さあこれ突破ラス入れ替わりました。さあそし山ちゃんが前に出ましたね。山ちゃんが前です。 GT500 クラスはこちらは2台の争いか。さあ20号車、それから907号車、日産 VS ホンダだ。厳しいですね。あれ、前が見えないと本当に怖いですからね、です試験員。さあ、ここさい、ヘアピン、複合、本当にね、コーナー奥になってくることに、ところにつれてね、R がちっちゃくなっていくので。さあトップ3が一気に接近だ。一気に接近してきた。タービランスに強いのは誰だ。さあ後側にマシンを振ってくるが、これはまだいけないか。さあこれは300クラスが詰まった時に何かありそう。最終セクターに入っています。さあここでサイドバイサイド、こうなりません。さあストレート勝負、さあサイドバイサイド、ホームスレート、アウト側から、いやーヘロだ。ヘロがイン側に覗いてくる。しかしこれは無理か。これはスリップスリムについてるビアンキが前へ守りました。さあこれ見えないぞ、前が見えない中デス試験に入っていくのはちょっと怖い怖い。デス試験3台全員抜けていった、うまく抜けていった。これぞプロドライバー。さあそして山ちゃんは独走態勢。野口、あれあれあれ、ごめんなさい、遅くなりました。ドレミですね、ドレミが、これどこですか。この時点でもうエンジン食らってましたもんね。さあセーフティーカー、さあハードミディアム消化しているこのドンデツにとってはラッキー。ああ K チェンジはフロントかなと損傷してますね。そしてハード選んでいるこの2台、野口それから西、この2台はラッキーのセーフティーカーになります。
が入りました。2度目のセーフティーカー。さあ現在 JGC ラウンド2ナイトシリーズドラゴンテレビシーサイド150キロをお送りしています。さあ隊列が整ったのでもうそろそろレース再開になります。さあこの種セーフティーカーインディスラになります。さあ間もなくリスタートになります。残り18周。おー危ない。さあ立ち上がり失敗した。あこれでお互いピット。あーなるほど。そうするとこのワンツー、こちらのワンツーになります。おっとどついた、どつかれてしまった。これはダメだ。これ後で審議対象になります。さあ300クラスも今スタート。ケーチュー止まれない、止まれなかった。これにより野口が前、野口前。さあそしてこの分断を抜いていかなければなりません。ナオワールドミニ四駆、いやナオワールド前出た、いやミニ四駆が前出たのか、にミニ四駆が前です。ハードタイヤはここでしょうか。さあトップとの差は何秒でしょうかね。16秒1。すいません表記ミスりました。さあこれミニ四駆詰まる、詰まる、この高速 S で詰まるのは結構痛いですよね。さあ HP ポルシェかわしていく、かわしていく。500が300をかわしていきます。これは苦しい。塞がれた、前を塞がれた。あー危ない。さあここはストレートで抜いていく。さあヘロがこれで、トップになります。さあそして山ちゃんピッ
ット、ああ、続々ピット、ステイアウトはこのシリトと西、雪見つかりません。さあ、どうだ、ああ、前出るのはどっちだ、前出るのは、おっ、あ、そっ、あ、なるほど、ハード一周して、ああ、そして右に変える。ドンテツは、ピット組ではトップで戻る。あーっと、Kチューンズが ピットクローズ痛いのはヘロですね。これは悲しい SC イラン。引っ張っている西はこれはラッキー。これワンピットでいけなくはないですよね。そうするとワンピットも範囲内になってくる。それから雪見もいい感じですね。残りワンピットとすると大体西と雪見は同じぐらいです。現在3度目のセーフティーカー導入中です。さあまだレース半分到達していません。1回にスラップです。小さいで逆走 150km レースナイトシリーズ12周目のレースになっています。さあ間もなくレース再開になります。
さあ、まもなくレースはリスタート。ヘロー先頭にリスタートしていきます。22号車はまだピットに入っていません。さあ残り15周からレースリスタート。さあ最終コーナーと違って、いつリスタートするのか。さあこれでレース再開、500は再開になります。さあヘロを先頭に、まずはアウト側からかぶせていくのはドンテツだ。ドンテツがアウト側からかぶせてトップ。さあこれで首位交代、首位交代になります。300クラスを、おっとおっとおっと、なんと雪見がトップだ。あ、入ったんですね。なるほど。さあ、あれ、これは大丈夫ですかね。さあこれでナオワールドがトップ。ああちょっと当てられましたが、ヘローが4番手まで下がる。これなんかトラブルでしょうか。順位をどんどん下げています。ヘロー300クラスはなんという君トップ。2番手にはグリーンブレイブ GR2 プラス、3番手にはチームの4番手にエルストレック。おっと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 、あーナオワールドが回っている。これ高速 SC ですね。アウト側阻みすぎて、あーっとこの壁にごっつんこ、それからスピンアウトという三段落ちを見せてくれます。ナオワールド、こっから挽回してほしいところです。リアのウィングもなくなってしまいましたからね。さあヘロがピットインです。ヘロはピットイン。さすがにミディアム使い古した、ミディアムでは無抵抗。あ、それかナオワールドもピットインです。さあそして雪見がピットイン。そうすると自動的にトップになるのは野口、2番手は山ちゃんです。しかしハードタイヤ、おーっとここで持ってくるのはヘロだ。ヘロがここで持ってくる。さあそしてここに HP ポルシェがいて、さあこれ修復、ダメージ修復して907号車コースインです。あーっと、さあこれで前に出たのは93号車。さあトップドンテツ、2番手にはもう2音区。さあトップ2がホンダ勢。さあ300クラスも順位通りいきます。残り13周あります。さあ最終コーナー立ち上がってミニ四駆が見えてきます。しかし頓絶作戦ドハマり。さあ2連勝なるかどうか。ドンテツがファストスラップ塗り替えた。しかしそれを塗り替えたのはミニ四駆。1分29秒711。さあトップ2の差が1秒切ってきた。さあ次のテスト試験でどうなるか。おお、怖いですね。怖い。ああ、ヘロはこれハードタイヤを使ったんですね。ということは。ミディアムで また変えなければなりません。さあそれで、500クラスはナオワールドが前に出ます。3番手、300クラスはトップのグリーンブレイブ、2番手には山ちゃんです。ハードで引っ張っているのはエールストライク。
さあトップドンテと2番手にミニ四駆、その差は1秒です。ちょっと広がりました。さあ後ろから500が来ています。これをどう攻略していくか。現在ラッパー15周目、残り12周。さあこの2台は異次元です。ホンダ2台、前回大会のワンツー、開幕戦のワンツーがここでもワンツーだ。さあそして300クラスはトップが野口です。2番手にはティーム無能、3番手にはエルストライク MG、 4番手には西、5番手にはドレミ、6番手には雪見、7番手にはシリタというこのトップ7になっています。さあ GT ウェクのトップ争いがコンマ3秒差に縮まってきました。さあ残り12周、さあ残り12周守りきれるかどうか。78号車ちょっと怪しい動きの、あーっと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 、クラッシュが見られる。あーまたセーフティーカーだ。さあこれで4度目、さあこれ300を周回遅れにしないで終わりそうですね。はい、できないので、次の週ですかね、セーフティーカーインスラップ。さあ残り10ラップスという号、これが一番きついところじゃないでしょうか。セーフティーカー、トップはドンテツ、変わらず2番手にミニ四駆、3番手にはナオワールド、4番手にヘロという形になっています。さあ現在レースは17周目、残り10周になりますが、300クラスはさあ野口がトップ、
さあ、まだ耐熱ができていないので、もう一周セーフティーカーランを行います。トップは残り9周になります。500はおそらく全車ゲームタイヤを終えています。ということは残り9周はガチンコ勝負ということになります。さあ、まもなくレース再開になります。さあ、ピットオープンです。セーフティーカーインフラップになりまして、さあ残り9周、このままですとドンデツの2連勝。さあ各車タイヤ温めています。今年チャンピオンシップ的にもこの一戦重要ですね。有効ポイント制というものになりました。あー、ということで今回はね、全車ポイントがもらえます。まあ300は違いますけども、500は全車もらえます。そのためまあできるだけドライバーとしたらポイントが高い方が欲しいですよね。ということで、おそらくドライバー、この4名はトップを狙ってくるってことでしょう。さあ残り9周、さあ、まもなくリスタート。最終コーナー付近からリスタートとなります。78号車を先頭にまずはリスタート。2番手には20号車のビアンキ、3番手には HMZ、 4番手にはラフィカ。さあどこから行くんでしょうか。ピットオープンです。さあトップ、レース再開。ムービングをしながらホームスレッドを駆け抜けています。さあトップ3、トップ4変わらず、500変わらず。さあ300からスタップ3で、せいで、山ちゃんが入った。
ツアニシとドレミがサイドバイサイドで1コーナー、ドレミが前か、ドレミが前に出ました。これで2番手もうデス試験員で事故ないでくれ。さあちょっとデス試験が怖いですけども、さあこのデス試験枠抜けられるかどうか。うん、トップ争いです。500クラス、トップはドンテツです。2連勝を狙うドンテツ、2番手にはミニ四駆、3番手にはナオワールド。さあ野口300クラスのトップ走っています。さあ500クラスのトップ争い入れ替わりそうだ。さあ20号車 VS78 号車、1コーナー番で2抜けるかどうか。アウト側から、いやクロスライン取った、これはうまい技あり、ミニ四駆これは技ありだった。トップに浮上、これでビアンキエンセクス前です。2番手にはナンバーエンセクス、3番手にはナオワールド、4番手にラフィカ、300クラスはグップ、最短アタウベット、2番手にはドレミ、3番手に西、4番手には山ちゃん、5番手エルストライク、5番手にはホッピー、6番手ケイチューンズ、あれこれピット入れますからね。あ、OK です、ピット入りましたね。ちょっと今のは見なかったことに。もう残りね7周なんでね、ちょっとここでセーフティーカー入れるのはちょっとは、厳しいのでちょっとやめました。やっぱセーフティーカーではまくりだとつまんないので、トップミニ四駆、さあ2番手のサイドバイサイド HMZ が前に出るかどうか。さあこれで HMZ が前、さあ残るはミニ四駆を追いかけます。もしかしてこれこのまま走る気ですかね。全6周マザーシャッシャーがいけなくはないですよね。さあ突破してコンマ7秒差です。500クラス、さあ残り6周になるでしょうか。あーでも先ほどコンマ6秒ちょっと差が1秒に開きましたね。これは苦しい AJMZ。 さあ300クラスの突破争い縮まり出してきました。 GTR VS マザーシャーシー、さあそれと勝負、マザーシャーシ VS FIRE GTC。
さあ、次のコーナー、インガーになったスターライト。いや、ナインクロスでねじ込んでいくのは埼玉トヨペット。どうだ、立ち上がりスピード、埼玉トヨペット、これは守っていく。500クラスのトップ争いも熱くなっている。ビアンケ NSX VS ナンバー NSX VS インテルジェット。そしてこの2台の後ろになんと HP ポルシェが映ってまいりました。そしてエールストリカプディング、2番手にはナオワールド、3番手にはドンテツ。ちょっとこのデス試験怖いですよね。大丈夫ですね。あーっと、雪見が回線落ちだ。電気系トラブル。よっ、ホッピー25号車が回線落ちです。いやー、これはもったいない。さあ、300クラスのトップ争い。500のトップ争い。どちらもわかんなくなってきた。うわー、あの距離で試験いけるんだ。すごいですね。さあ、500クラスのトップ争い、トップの NSX 2番手 GTR。 さあ、その差はコンマ4秒差。さあ、このデス試験に入っていくこの2台。さあ、残り4周でこの決着がつきます。コンマ3秒差、300クラス野口優勝チャンス見えてきた。ドレミもどちらが勝つのかまだわからない。さあ、トップ争い、1コーナーねじ込んでくるのはスターライト GTR。 ちょっと脱輪してしまったが、これは守っていく。まずは写真も持っていく。さあ、残り3周、26周、27周、28周。さあ、残り3周、3ラップスというゴー。907号車 VS20 号車になりました。最終的には20号車 VS30 あ、失礼、907号車。さあ、試験員でミスんないようにしないといけない。さあ、残り2周、ナオワールド VS ミニ四駆のこのバトル、とても面白くなってきた。いやー、ここも攻めていますね GDR ナオワールド。しかし離れました、タービランスか。残り2周、
その後ろからひたひたとドンテツが狙っている。300クラスはトップが入れ替わった。しかしそれを抜き返すのは野口だ。いやブレーキ性能いいですね。さあまず足足こらえていくが、ちょっとこれは厳しいか。 GTR が前に出ていく。これで初優勝が見えてきた GTR。 さあこれで GTR との差が離れていく。ドレミがなんとここでトップに出ました。残り3周。さあ残り2周になります。ビアンケネサス VSHMZ。 さあ残り2周、27周、28周。ちょっとアンダーステイが出たのはナオワールド。300クラスの突破線はまだ分かりません。狙っている野口。ああサイドバイサイドになるか。いやー白熱バトル、まだ分からない、まだ分からない。300クラスはこの2台に絞られた。残り2周。あーっとちょっと失敗だ。野口ちょっと遠赤乗りすぎた。スリップスリム早くついてストレート稼ぎたい。さあトップ争いはファイナルラップ。コンマ8秒差ちょっと開きすぎか。今度こそは優勝したい、その一心で今回第2戦に臨んできたこのミニ四駆。その成果が現れようとしています。前回ペナルティによって2番手、しかし今回は違う、何かが違う。300クラス入れ替わった、入れ替わった。52が前だ、52が前。しかし立ち上がりスピードどうだ。日本車同士、日本車同士、スープラ VSGTR 因縁のバトル。これで GTR 上りで前に出た、上りで前に出た。さあ高速 S に入っていく。 GTR ちょっと辛くなってきた。 GTR も辛くなってきた。しかしスープラも辛くなってきた。さあ500クラスはこれは確定なのか。3位4位が全く追いついていけません。さあトップはこれ確定か、ビアンキーレンセックスか。さあ、まもなく栄光の瞬間、最終コーナー、まず見えてくるのはカーナンバー20ビアンキ NSX 水明太。さあまずはトップチェッカーを受けます、この車。さあドラゴンズ LC サイド 150km レース、第2戦を制したのはミニ四駆優勝、2番手にはナオワールド、3番手にはドンテツ、4番手にはヘロダ。さあ300クラス来た。さあ300クラスフル1周、フル1周できた。これはもう何もテロップなしで見ていきましょう。さあこのテスト試験、これはうまくはまった、どちらもうまくはまった。その後ろ山ちゃんが前だ、山ちゃんが前に出た。なんとこの HP ポルシェの前に出た。さあやらかしてしまった。52、これで93が前だ、93が前だ。ドレミトップ。さあそしてその後方、シリタ、それからエリス、それからチェッカーを受けました。さあまだ分からない、まだ分からない、レースは最後まで分かりません。ドレミが、ドレミがもうタイヤ限界か。遠赤つけていない。いやーこれ裏勘チャンスあるぞ。さあ TMM の、 TMM のこれあるか。最後のストレート、最後のストレート、まだ分からない。アンダーステアが出た GTR。 最終コーナーまず見えてきたのは93号車のスターライトだ。
その後ろ、あ、危ない危ない危ない。さあ、並んだサイドバイサイド。サイドバイサイド、裏勘構えた。裏勘構えた。さあ、93号車、まずはトップチェッカー、スターライト GTR、トップ、2番手には、ティームの3番手に埼玉トヨペット、4番手に HP ポルシェ。全10台が完走。1台は電気系トラブルで痛いとなりました。最後の最後までわからない、この、ドラゴントレーシーサイドの、レース。それを制したのはミニ四駆。GT 上からミニ四駆。300クラスはなんと、スターライト GTR が制しました。さあ皆さんご視聴ありがとうございました。これで、GDCC シーズン3ナイトシリーズドラゴントレーシーサイド逆走 120km レースの上をお届けしていきました。皆さんご視聴ありがとうございました。